ティングラバー、皆さんこんにちは。わきわのアレンです。今回の動画でですね、今ミャンマーにあれいるんですが、ミャンマーで一体コロナウイルスがどうなっているのかという情報を今回この動画で皆さんにお伝えしたいと思います。実は3月11日に世界保健機構 WHO の事務局長からパンデミック宣言という宣言がありました。このパンデミック宣言というのは、世界各地でコロナウイルスの感染者が増えていて、世界各国で行われている同時多発的な感染のことを意味するパンデミックというパンデミック宣言をしました。その宣言を聞いたミャンマー人が実は慌ててミャンマーのいろんなここにあるスーパーマーケットに買いだめをする様子が伺われたんですね。そういった感じですごく未だにミャンマーにはコロナウイルスの感染者はゼロと言われているんですが、すごくこのウイルスを恐れたミャンマー人が買い止めをするという様子が伺われています。そして今こちらアレンが来ているのが シティマートと呼ばれるミャンマーでもとても有名なスーパーマーケットで、市民の方もよく利用するスーパーマーケットとなっております。こちらのスーパーマーケット24時間なので、もう昨日の深夜もすごく渋滞で、いろんな方がミャンマー人がシティマートに押しかけていろんな食材を買いだめしたと呼ばれています。今時間でいうとだいたい9時ごろなんですが、果たして朝のこの時間にどのぐらいの人がいるのかなっていうのを今回アレンがリポートしたいなと思います。では早速中の方へ入っていくので、皆さん見てみてください。こちらがシティマートの入り口となっております。シティマートはとても市民の強い見方で皆さんよく利用しますし、アレンもよく利用するところなんですが、今回ちょっと様子がおかしいようです。すごい人がたくさんですね。皆さん見てください。普通この時間帯ってこんなに混まないんですけど、レジも1レジ3人とかで対応してます。皆さん見てください。こういった感じで皆さんすごい大量買いしてます。はい、すごいですね。この光景はあれも今まで見たことがないんですね。はい、食材も本当はもっと積まれているんですが、すごい半分ぐらい減ってますね。はい、あと従業員の人数もすごい多い気がします。いつもならもう少し少ないんですが、レジに 3,4 人いたり、今回すごいもう段ボール束ですね。すごい納品加算してます。はい、こちら見てください。もうありったけのカップラーメンとかをストックしてますね。どん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 納品されていくんですが、どんどん市民の方が恐れてすごく追いついてない状態です、納品が。はい、この状態が続くときっともうこの今商品で並んでいる商品もやがてなくなるのかなと思います。はい、すごいびっくりです。皆さんやっぱり必ずカゴを持ってこういう感じで大量買いしてますね。はい、こんな感じです。こちらもすごいもう全て買いだめしてます。実は今回アレンがシティマートに来る前にいろんなマーケットの近くを通ったんですけど、マーケットでもいろんな方がもう買いだめしてて、マーケットいつもいろんな野菜とかフルーツたくさん並んでるんですけど、今回に限ってはマーケットの方でも少しずつ減ってて、はい、もう皆さんど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 ん大量買いしてる様子がもうひしひしと感じられます。はい、はい、店内をこんな感じでたくさんの人で溢れて、特に従業員の方がすごく忙しそうに働いて納品したり、あとはもうレジに追われてます。はい、こんな感じがシティマートの店内の中の様子となっております。いつものシティマートはやっぱり違う感じですごく人も多いですし、納品するのにすごく忙しそうにパキと従業員の方が働いているって感じです。
特に皆さんトイレットペーパーとかこういった商品ですね、はい、皆さん買いだめします。特に油もよくいますね。油の大量買いもちょっと見られます。実はミャンマーにはまだ一人もコロナの感染者は出てないと言われているんですが、もしもミャンマーにコロナの感染者が出てしまうと、この国の場所だったりとか国の状況的にすごく危ない状況に一変するんですね。なので一人でもコロナの感染者が出てどんどんその肩を中心に広がってしまうと、この国の経済がすごく危ない状況になってしまうので、皆さんすごく恐れているんですね、はい。それで先を見越した皆さんはこうやって大量買いをする様子が、はい、見られています。こちら今シティマートというところなんですが、シティマートに似た場所でマーケットプレイスっていうシティマートと同じ系列のスーパーマーケットがあるんですが、そちらの方でも同じような状況が起きています、はい。そのスーパーマーケットのヤンゴンにはこんな感じでどんどん裏から納品を出してはお客様が買ってはっていう感じで、なかなか大パニックな状況が起きています。これからもしもコロナの情報とかヤンゴンでどういった起きてるのかっていうのをもし分かり次第すぐに、ブログや YouTube で上げていきますので、ぜひぜひワケリミテッドの、ブログだったりと YouTube だったりとかいう発信してるものをぜひお見逃しなくお願いします。では今回はこちらの方でリポートは失礼します。